ゆうくん寝坊するところだったぜ。おはよう。うわ、どうしたんだその格好。どうかな、私たち全員夏服に着替えたんだ。遊びに来てるわけじゃないけど、せっかくの夏の海だし楽しまないともったいないでしょ。変だろうか、こんなひらひらとした夏服やはり私には合わない気が。あ、そうか、ありがとう旅人。けど前団長がわざわざ夏服を用意してるなんて意外だな。違うよ、お姉ちゃんが自分で用意したんじゃなくて私とリサさんが選んだの。あっさりお姉ちゃんって呼んでるし、それに全然気づいてない。バーバラすっかり夏の海に浮かれてるな。この夏服だが私も予想外だったよ。実はリサがくれた袋に入っていたんだ。窮地を切り抜ける道具が入っていると思ったら、まさか夏服が入っているとはな。アクセサリーまで入ってたのか、さすがリサさん。騎士団のみんなはこうまでして私を休ませたいということか。私は自分を追い込みすぎているのかもな。みんなこっち来て。あ、クレイが呼んでいるみたいだ。変なものを発見したよ。なんだ変なものって。ほら海を見て、変なものが浮いてる。何やら細長い装置のようだ。見たところ不評みたいだが、昨日海を渡った時はあんな装置なかったよね。きっとドド大魔王の仕業だよ。一夜にして現れた変な装置、怪しいな。ずっとドド大魔王が出てこないのはクレイを認めてないから、それともクレイが見つけるのを待ってる。突然海に現れた不評か。そうだな、浜辺からずっと見てても出しやまないし。大丈夫かな。ああ、確認した方がいいだろう。海で何が待ち構えているかは謎だ。念のため戦闘の準備をしておいてくれ。準備が整ったら私のところに。船で近づこう。褒めすぎだ、やるべきことをやっているまでのこと。では準備ができたら声をかけてくれ。持っていくのはボンボン爆弾とドドコ、そしてクレイ。海のあれは絶対ドド大魔王が置いたんだよ、悪者だからね。でもクレイは勇敢に立ち向かうよ。ドドコのために頑張る。英雄騎士のお兄ちゃん、いつもクレイを助けてくれてありがとう。あの不評は一体何を意味しているのだろうか。この軍刀は世界から切り離されているみたいだ。まるで自然が作り出した秘境だな。ここまで来れたのは手紙のヒントとウェンティがトワリンを呼んで助けてくれたからだ。しかしことがうまく運びすぎていてやや不安になる。だが私がここにいるのはみんなを守るため。だから安心してくれ、何があろうとも私が共にいる。私にできることは。そうそう、私も気になってたんだ。ここの海って本当に綺麗だよね。海、そして照りつける太陽、まさに理想的な夏って感じだよね。海に向かってステージを用意してそこでコンサートをしたらきっとお客さんも喜んでくれるだろうな。準備はいいか。ではみんな、私
くだらない。無駄だ。島に戻るぞ。ここ一帯が揺れ始める前に何やら装置が起動するような音が聞こえた。この海の下に巨大な装置があるのかもしれない。おそらくこの島々はその装置の上にあり、装置を起動したことによって持ち上げられたんだろう。まるで奇跡みたい。もしかして風神バルバドス様の見業？それは違うんじゃないか。他の誰かが意図的に仕掛けたんだと思うぞ。どう考えても妙だ。手紙で私たちをおびき寄せ、このような装置を使って試してくるなど、ドド大魔王、ただものではない。せっかく夏のリゾートっぽい雰囲気を満喫してたのに、それどころじゃなさそうだね。とにかく私は周囲への警戒を強めよう。神団長、ビシッとしててかっこいい。協力感謝する。いた、大魔王、あそこの島にいる。やっと見つけた。言われた通り、クレイ来たよ。ボンボン爆弾の準備、よし早く行こう。あれ、海の真ん中に足場が。確かに何かいるようだな。みんな近づくのはいいが、警戒は緩めないでくれ。
みんな気をつけろ。なんだ、背の高い人間。見た目は人間っぽいけど、なんだか違うような。ドド大魔王、クレイが会いに来たよ。審判していいから。審判だな。そう、クレイを審判していいよ。おいおい、何言ってんだ。大方、言葉の意味をちゃんと理解していないのだろう。ねえ大魔王、どうして返事してくれないの。クレイが遅くて怒ったのかな。あのね、ごめんなさい。今度は謝ってる。クレイってば、何考えてるのかな。大魔王、クレイが来たのに何の反応もないね。人型のからくりのようだ。反応がないのを見るに、おそらく壊れているのだろう。前に見たことあるの？あくまで推測に過ぎないが、服装を見た限り稲妻から漂流したもののように見える。稲妻だって？すっごく遠いとこじゃないか。ああ、ここは独立した海域だ。どの国にも属していない。この海にとってこのからくりは異邦人と言えるな。しかし今の稲妻の現状でこういったことが起きるものなのだろうか。動くことのない異邦人、変だな。誰かがここまで持ってきたのかな。大魔王、動かないの。クレイ、大魔王は疲れているのかもしれない。そう、寝ちゃったんだ。クレイがなかなか来ないから待ちくたびれて居眠りしちゃったんだろう。きっと。そうだよクレイ、今はとりあえず他のところで遊ぼう。大魔王が起きたらまた戻ってこようね。本当？本当だよ、大丈夫だから。あ、クレイ気づいちゃった。これは本物の大魔王じゃない。本物の大魔王はまた別のどこかにいるんだ。そうだな。クレイ諦めないよ。待ってて大魔王、絶対見つけてみせるんだから。また走って行っちゃった。はあ、子供は元気だな。ちょっと待ってよクレイ。これを見て。あ、これ積み重ねられた石とそれに小さなお花。この感じ、誰かを祀ってるみたいだね。急に褒められると照れちゃうな。でもこの辺りにあるのはあの稲妻のからくりだけだぞ。まさかそれを祀ってるのかな。そうかもしれない。あのからくりは何か人のためになることをしたのかもしれない。私たちが目にしたこれらはこの海域に人が存在したことを意味する。しかしこれだけではどのような文明であったかは判断できない。それにここに来るまで人間もその墓らしきものも見ていない。神団長、クレイあっちを見てきていい？構わないが気をつけるんだぞ。クレイはまだ子供だから危機感に欠けている。旅人、私たちは冷静に現状を捉えよう。正直言うと、最初に手紙を見た時はただのいたずらかと思った。オイラたちもだ。私もだよ。でも子供にこんないたずらする人いるのかな。この島の存在を知っているのはほんの一握りだろう。その上あのような精巧なからくりまで用意している。これはいたずらではなく
長いこと計画をしてきた罠なのかもしれない。油断しないようにしよう。バーバラお姉ちゃん、クレー、どうしたの？大魔王、クレーに会いたくないのかな。どうして？だってドドコはクレーが好き、クレーもドドコが好き。クレーとドドコを引き裂けないって分かったから大魔王が出てこないのかも。クレー、ドドコと離れ離れになるのが怖い。お、クレー、ほら、これを見て。バドルドーだ。お姉、神団長から聞いたんだ。クレー、ずっとバドルドー祭に参加したかったんだって。うん、クレー、バドルドー祭に参加したい。これは私がクレーのために作ったバドルドー。クレーが望むなら毎日がバドルドー祭だよ。やったー。だから元気出して。大魔王に会ったらドドコとクレーが一緒にいれるよう私たちが説得するから。うん、わかった。任せろ、きっと見つけてみせるからな。どこをどう探したらいいかはわからないけど、とにかく見つかるさ。うん、まずはこの辺りをしっかり探索してみようぜ。Yeah.